それでは RTPTR5 について説明したいと思います。えー、これは試作品ですので、えーと、未熟な点はご容赦ください。で私は朝倉です、えーと。私は船橋市議として活動するとともに、まあ、自らが、えー、かつて分子生物学実験の基礎を学んだこともあり、そして、えー、これ、あの連携法をやっているところですで。そして 予備校であの分子生物学の基礎を教えてきた経験を生かしながら本解説を作っておりますさてまず DNA と RNA についてですが DNA と RNA についてはこのようにあの二重らせんの構造があるのが DNA 一方、一本差の鎖になっているのが RNA です。両方とも ATGC あるいは AUGC という暗号、塩基配列を持っていることをご確認くださいで。この配列が実は遺伝情報になっているんですね。 それでは次にこの DNA、RNA が私たちの体の細胞で、私たち動物などの体の細胞でどのように働いているかを確認したいと思います。左、これが細胞の図ですで。左上に赤い玉がありますが、これが細胞に対して何かをしなさいという指令を出す物質が他の細胞から来ますで。その指令を受けて、その情報が、えー、とオレンジの玉に変換されて、えー、DNA に貼り付きます。 でそうすると、その DNA の、えー、ある場所が開かれて、えー、そこの遺伝子が読み取られたのが緑色の RNA になります。でこの RNA が移動をしていって、移動をしていって、細胞質下側でタンパクのアミノ酸配列に翻訳されます。つまり 私たちの細胞においては DNA が主役、そして RNA はそれをコピーして伝達をする脇役、えーまあ、補助の役割をしているわけです。ところが、えー、ところが、えー、のコロナウイルスなど RNA を RNA 自身を遺伝子としてしているウイルスもいますさてこれコロナウイルスの増殖の様子ですが左側からコロナウイルスが肺に侵入してオレンジのが RNA ですで、RNA 自身を、えー、細胞の中に挿入し人のえっ、ー、とタンパク翻訳のシステムを乗っ取りながら増殖して、まあ、RNA が遺伝子だということにご注目いただければと思います それでは、えーと、コロナウイルスはなぜ私たちの体の,、えー、の細胞を乗っ取って自らのコロナウイルス用のタンパクを作らせることができるんでしょうか。それは実は大腸菌から人まで、えー、遺伝暗号ですね塩基配列の4つの,4 4つの種類の塩基配列を3つ並べて何のた タンパク質のアミノ酸を作らせるかの暗号が全て共通だからですで。そしてウイルスもこの大腸菌から人まで共通の暗号のシステムを乗っ取って人に自らのタンパクを作らせてしまうということなんですね。それでは、えー、船橋保健所でやってる RTPCR 法について説明します。えー、っと船橋保健所でやってる RTPCR 法というのは、えー ノロウイルスの,、R、ルスの RNA を DNA に逆転した DNA に直してその後その DNA を増幅して検出す,する方法なんですね。で、RNA、コロナウイルスの RNA があったときに増幅ができるわけです。 それでは RTPCR 法について PCR 法について説明したいと思います PCR というのはポリメラーゼチェーンリアクションのことでありまして DNA の鎖を長く伸ばさせる仕組みですでまずその仕組みは左上にありますように DNA 二重螺旋がありますそれを95度 C にしますと二重螺旋が解けますでそこにあらかじめその これから増幅したい DNA の延期配列にピタリとはめ込むプライマーというまあ、緑で表現したものを埋めあの入れとくんですね。でそうするとその60度 C にするとそのプライマーがその DNA の解けたそれぞれの一本差の鎖に張り付きます。でそのして次7 2度 C にしますと DNA ポリメラーゼというピンク色で表現した酵素が 片側の鎖を鋳型に反対側の鎖を増幅するんですね。で、このサイクルを何回も繰り返すと DNA が2、4、8、16というふうに倍々ゲームで増幅します。で、えっと、RTPC 貼る法というのはリバーストランスクリプションポリメラーズチェーンリアクションということでありまして、えー RNA ウイルスの RNA をまず DNA に逆転車リバーストランスクリプションしてその後この PCR にかけるという方法で今船橋証券所がやってるのはこの RTPCR 法です。 それでは船橋保健所の検査の様子をご紹介させていただきます。船橋駅から歩いて10分まあ、あの新船橋駅から歩いて5分ですね。あの森のシティというマンションの東側にあります。船橋保健センターの中に保健所があります。で、4階にえっ、ー、と検査室がありまして、検査室は？えー 検査の精度を保つためにできるだけ外側の物質を入れない、そして中のものを外に持ち出さない管理が行われています。これがあの実験室に入る入り口なんですが、全室という一つの空間を作ってまして、実験室に入る前も一段階えあの遮断空間があるわけですね。 検査室内では獣医師と薬剤師という専門職が厳密な取り扱いをしております。RNA を取り扱いエリアと DNA を取り扱いエリアを分離し、RNA を DNA に逆転写する操作の後に DNA を PCR 装置にかけるんですが、これが RTPCR 装置です。リアルタイムで蛍光物質を使いながら増幅が検出できます。 さて実は船橋保健所はもともとノロウイルス RNA、RNA RN ウイルスのノロウイルスについては検査を行っていました。しかし2月末時点で新型コロナウイルスについての検査はまだしていませんでした。それはなぜかと言います、まあ、それは私もぜひ、えー、検査をするようにこの市議会の中で質疑をしたわけですが技術的な問題がありました。というのは、えー RTPCR、RT PCR PC 法で増幅するためには、この、えー、と緑色の物質、プライマーというのがないとだめなんですね。で、このプライマーというのは、あのそのえー、新型コロナウイルスにぴたりとあった塩基配列を持った短い DNA 断片がないとダメだめなのですが、それを2月末時点で厚生労働省は、えー、まだ、えー、船橋保健所には送ってませんでした。でそれを 送ることで実験を開始すべきだという検査を開始すべきだことを主張しましてそれがようやく3月11日から実施された形になっておりますさてプライマーについてですがこれは京都大学の入試問題なんですけどプライマーの延期配列をピタリと合わせるためにはこの延期配列元の増幅すべき延期配列にピタリと合ったプライマーとの設計しなきゃいけないのでまあ、これもこれで一つの重要な作業なんですね これはまあ国立感染研がやっとか厚生労働省がや,るやっております。それで現在はその RTPCR 法を使って検査結果はこのように市民に対して公開されています。以上で第1回の施策内容ですので、まあ、不十分な点がありましたら今後改善していきます勉強していきますが、まあ、最初ですのでお許しください。どううもごご聴ありがとうございました